よよよ、おはよう。おはようじゃない、花だれ声頑張ってありがとう。明日さエディオンじゃん。エディオンさ、エディオン初めてだからめちゃめちゃ緊張する。エディオンでの花だれ、なんかいつもとさ、なんかあのなんていうの、舞台の幅とかが奥行きとかが違うけんさ、むずいんですよそういうのが変わると結構。今日は猫耳かと思ってました。あ、私の猫耳はもうどっかに行ってしまった。どっかに行ってしまいましたね。キティちゃんならあるけど、キティちゃんならあるけどって感じですね。できんもんじゃわ。頑張って、頑張る、頑張るしかないので。え、ちょっと待って、ちょっと確かにな、猫の日、まあでも今日鍋の日やからさ、今日、え、横一列なん防波堤、ちょっと待って、今日猫の日やんな、そうやんな、ちょっと持ってこんにゃいかんよな。よいしょ、やっほー。え、すごくない、それすごくない。明日奇跡が起きとる、昼と夜で同じ席で見ます。だってそれは奇跡だね。じゃあさ、昼で、昼見つけたら夜、夜にもそこにおるってこと。面白っ、ちょっと面白い、楽しみ。言葉にできない、知ってるよ、もちろんだよ、もちろん知ってますよ。めっちゃ猫耳、こっちにしたら、こっちに、こっちにしたら猫耳に見えんことないよね。キティちゃんですけど、どう見ても猫です、猫と言い張ります。テロップ猫、じゃん、猫鍋。こんばんは。なんか猫鍋っていう言葉あるよね、なんだっけ、なんで流行ったんあれって。なんか猫があれだっけ、猫が鍋に入って寝る。確かに服は犬、猫が鍋に入ってるやつってガチで猫食べるみたいじゃん。そう、猫鍋さんです。今日携帯、携帯、オッケーオッケー、完璧です。
本日のルーティーン、本日の配信ルーティーン完璧です。なんかね、毎年ね、あれなんよ、毎年毎年この日はさ、なんか猫の日がすごい有名になるんだけど、実は今日ってふうふうふうの鍋の日なんですよね。鍋の日でもあるんです。そう、今年も忘れかけていたのですが、そう、お母さんが今日なんか、にゃお、にゃお。あ、そうやん。私の特技、私の特技猫の鳴き真似なんですよ。かわいいこれ。今日の服の色にめっちゃ合っとる。ありがとうリチャさん。猫。そうじゃん。今日なんか猫限定ギフトがあるらしいんで、ぜひぜひ。猫の日限定のなんかあるらしい。明日バスツアー予約取れるかなーって。え？そう、先着なので、先着の時間にすぐにお申し込みできたら間違いなく。なんかシステムトラブルが発生したんだって。で、なんか一部申し込みできてなかったらしい。でもなんか申し込みがなんか一部だから、なんか一部、そう、なんていう、一部そのメールがなんか申し込みましたって届いた人は大丈夫っぽい。で、なんかそのメールが届いてない人はもう一回お申し込み、明日の14時からお願いいたしますということです。いうことでございます。いや、多分さ、みんながね、そう、みんながね、思いのほか、これはね、逆にシステムエラー、まあ起きない方がいいけどさ、そのサーバーがちょっとさ、ダウンしちゃうぐらいみんながこう一斉にもお申し込みしてくれたってことやん、こととも捉えれるやん。やけん絶対に明日勝ち取ってほしいです、皆さん。先着順あるあるなの。なー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 、言葉にできない。え、これってさ、この曲ってさ、あなたに会えてのやつ、本当によかった、嬉しくて嬉しくて、こと、え、すごい、私1号車って指定がありましたって、すごい。これさ、最大な、え、だ、最大何号車まであるんじゃろ。あ、この曲で合っとる、嬉しくて。でも私がさ、インスタで上げた花ちゃんのさ動画のやつさ、なんか全然違う歌詞でめっちゃびっくりしちゃった。せっかく岡山に来たから楽しみたいで、わあ、楽しんで。丸ごのふ、あのアボガドジュース絶対飲むんよ。ラーラーラー、お、2号車ですって、すごい。みんなは何号車？聞いてみた。ちょっと聞いてみた。みんなは何号車ですか？今日全然メイクしてなかったんだけど。しよう。ちょっとカチューシャをノーメイクでする。ちょいとちょいと。ちょいとちょいとですね。これでいいか。これでいいか。いいですか。てかさ、そう、明日の多分広島マジでやばいと思うんですわ。行きたかったなーって待ってるよ、いつでも。
ねえみんな聞いて、あのさ、なんか今日さ街歩いてて、あれなんかさみたいな、今日めっちゃなんか若い女の子、あとなんか海外の方、なんか若い綺麗なイケイケお姉さん多いなみたいな思ったんよ。そしたらさ、グリーンアリーナでさ、あの今めっちゃ人気な K-POP のアーティストさんが今日明日でライブしてるらしいさ。ちょっとこれはみんな、あのご飯屋さんとかマジ争奪戦やと思う。やけんご飯食べる人はちょっと早めとか遅めとかにするべし。私もさ全然知らんくてさ、えみたいな、なんか今日あると思って、なんかね、そう韓国語めっちゃ聞こえてくるしみたいな、んみたいな、でおっと思って調べたら、トレジャーが来とるらしい。めっちゃ人気、めっちゃ人気です。そして明日はサンフレッチェの開幕戦もあるらしいから、明日はやばいです。皆さんやばやば注意報。もうご飯食べるのとか、もう公共交通機関も争奪戦やばいと思いますので、皆さん覚悟してきてください。はい、グリーンアリーナも盛り上がっております。はい、エディオンも負けず劣らずぶち上げましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。広島で一番熱い会場にしましょう。よろしくお願いします。でもさ、新しいスタジアムでさ開幕戦やろ、まださ、だってさ、それってさ立ってから初めてのことじゃん、あのスタジアムが。だからさ、多分正直スタジアムの人たちもさ、どのくらい混むのかさ予想ついてないよね。それが一番怖いかも。明日は徒歩でエディオン行くわよって、あ、それだったら間違いないですね。あ、めっちゃ見て、めっちゃ猫みたいなめっちゃ猫みたいなアイライン完成した。今日はいいのですね、猫鍋もので。予定してた電車より1個早めていきます。いや、よかった、この情報みんなに共有しとけてよかったです。マジでプラス30分前行動はガチでしといた方がいいと思う。それでも多分ギリギリとかね、人混みにマジで酔いそう。なんかさ、わかる？グリーンアリーナでさ、すんごいさ有名アーティストさんのさライブがあるとさ、なんか広島のさ、なんか街中の空気違うよね。なんかその空気の違いに気づいて、あれみたいな、あれもしかしてな、今日なんかライブあるみたいなで調べて、ああやっぱりねみたいな。みんな頑張りましょう。10日に試合してるから大丈夫。あ、じゃけんあれか、混雑のあれは分かるんか。嬉しかった、グルーバーリー。さては君、猫を鍋にしようとしているのか。ちょっとタグが出ている。あ、ちょっと待って、これさ、ちょっと待って、猫じゃん。
俺猫、俺猫。待って、猫が違う。うまくない？私猫の鳴き真似発動させていきたいと思います。ちょっとあの三毛猫っぽい鳴き方してみた。明日はハッテでも行こうかなって。これそうだったらおいで。もう今日さー、うわ、ちょっと待って、失敗。これ失敗でーす。はい、失敗しましたー。ちょ、こっちが失敗した。プロ意識、プロ意識、こういう時に追求したくなる心芽生える。ちょっと「ドゥドゥトゥトゥイトゥトゥトゥイ」ピンクにしてクロミちゃんとおそろにしたらってこと？花？花をってこと？なるほど。にゃるほど。今日はね、今日猫やけ、猫コンセプトやけ。にゃるほど。うん、うん。ちょっとピンクになってしまったやん。けんけんさん、けだまちゃん、ありがとう。思ったよりうまくて笑った。え、ね、私って私さ、あれめっちゃやってみたいよね。なんかね、この最近ね、最近ちょっともうあの流行りが終わりつつあるんやけど、なんかこの前なんかマルジェラ、マルジェラってわかります？皆さん、あのマルジェラっていう、わーわー、ハッピーハッピー。ちょっと今のは可愛い、可愛い猫でした。さっきの三毛猫レアだったのかな。なんか紫の猫ちゃんなんか出る。ハッピー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 。とりあえず家に連れて帰りたい。いやー、最上級にか、濃くなった。猫結構ゆ、こゆすんぎ、こゆすんぎ大佐は鼻になんかついてますね。なんでしょう。キャッツ。失敗でーす。今日は猫の日なので猫でーす。ドゥ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 。今日どうしたのって、意外とこっちのテンションの方が私ですよ。ついてきて、これてますか。なんか馴染んでない私って猫顔なのかな。でも絶対猫顔ではないよな。猫顔ではない、絶対ないから言える、言えること。カチューシャかわちでしょ。
明日そのメイクで公園出てって、うーん考えるんかいっていうね。無理です。あの生誕祭の主役より目立っちゃいます。それは絶対に許されないことです。シミサラ以外が全員これとかやったらありやけど。はい、パンダ丸さんありがとう。猫ちゃん、猫ちゃん、猫語は日常会話程度ならできます。え、私もできる。あのね、猫と喧嘩できるんで。なんちゅうところにどやっとるんって感じやけど、猫と喧嘩できるんで。私犬です、すいません。え、わかる。猫ミムの、はあ、はあ、はあ、なんか好き、はあ、はあ、なっちゃんミーム作ってみてください。あ、そう、なんかマルジェラの、なんかマルジェラのファッションショーでなんか施されたなんかメイクがめっちゃ流行っとるんですよ。メイクを自分でやってみるみたいなのが流行っとって、それをやってみたいんですけど、ちょっとあのなんかすごい奇抜な色のアイシャドウを使っているので、そんなアイシャドウ持ってなかったっていうところでまず始めれなかったっていう話。ニットです。唇はセクシーです。撮影タイム、はい、なんか猫ってさ、猫の手ってさ、なんか猫ってこうじゃないって。猫の手、わ懐かしい。猫の手って聞いたらみんな何を思い浮かぶ。めっちゃ調理実習じゃない。調理実習でででは。猫ミームの歯の猫マジで好きすぎる。え、あれも好きや、も好きよ。3連休春の装いで大丈夫かな。え、なんか寒くなるらしいよ。イエイ、ケンケンさんレインボースターありがとう。ゆうちさんハートありがとう。それならくろみちゃんのショーの MC、 え、くろみちゃんのショーの MC とかあるの。何それ、素敵。なんだよ、可愛いじゃないか。チキショーちゃん、ちゃかちゃん、微妙にくるみちゃんのコスプレにも見えるな、微妙にって。だってキティちゃんのぬいぐるみ持ってないもん。でもさ、くるみって何なんだ。くるみってうさぎ、何なの、猫なの、何なの。トゥルトゥルトゥ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 ルって本当やね。くるみちゃんってさ、鼻めっちゃピンクなんだね。ちょっとピンク味足してみる。
できた。え、うさぎなん？そう、ひげ。お話し会で歯されるとへこみますどんな話をしとるん。コレクションのランウェイのメイク、そう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 。お、そうなんや。僕体公演当日券あるって、当券あるって。ぜひぜひ、あの昼公演僕体見れるみたいよ。なんかさ、わかる？猫ってさ、ここにさ、これあるじゃん。私さ、なんか描かなくてもさ、これが存在してるんですよね。これってなんなんこれってなんなん。そう、私の特にお父さん、これめっちゃお父さんの遺伝子なんですよ。これってなんなん、これどういう役割しとんかなって。あ、でも唇の山を作る役割、なんかなんなんだろうね。なんかでもめっちゃ猫ってさ、これあるじゃん。え、私ヤギのモノマネ、猫ミームのヤギのモノマネめっちゃ上手。クリスマスコフレのパレットとか買うと、この色何に使うんってのある。あるね、あろう。ちょっと猫ミーム、ちょっといろんな猫ミームの真似してみよう。ちょっとネコミーム、いろんな猫ミーム真似してみてもいいですか。探そう。猫ミームの素材を、いろんな猫ミームのモノマネしてみます。猫ミーム素材。え、すごい、猫ミーム。なんかさ、なんか知らんやついっぱいあるわ。あ、これおい、2匹猫がおって、なんかこっちに説教する猫がおって、それに対してヒュンってなっとる猫のモノマネ。なんかむずいな。お、うまいうまいうまい。これよく見るやつ。やっぱさ、猫のモノマネさ、うまいけんさ、うまいけんどう？いけとるやろ。狐の嫁入り？わ、私の地元も狐の嫁入り文化あるんですよ。ヘイナツをホワイトデーのお返しコスメおすすめ教えて。今度の話書いて教えてあげようか。え、これ？これ何？痛いってどういうこと？陣中？陣中っていうよね。陣中よね。ありがとうございます。いけてるよね。違う。いいですね、1個コンプリート。これねねえ、私めっちゃ好きなやつあるんですよ。なんか猫ミームに、猫ミームに出てくる、あの猫ミームに出てくるあの犬がおって、それ花ちゃんと同じ犬種のやつなんですよ。あはははってやつ。わはははははははってやつ。あれさ、花ちゃんとさ同じ
犬種なんですよ。あれそう、毛の長さが違う種類なだけで同じ犬種なんですよ。あれマジでめっちゃ難しい真似するの。アハハ、なんかハーハーじゃなくてアハハやない。アハハハハ、アハハ、めっちゃ目決まってかな。アハハ、アハハハハ、やばいね、ちょっとやばい人って思われそう。これも可愛い。あ、こんな声ね。キーみたいなやつ。ヒヤー。このめっちゃ頭抱え込んどるさ、猫のやつ。はあ。はあの猫マジで好き。はあ。チュピチュピチョパチピチピチョパチョパ、猫のやつめっちゃおもろい。チュピチュピチョパチョパ、ちょっとうまいかもしれん。え、待って、これ音楽乗っけたら多分いい感じの動きしとるよ私。チュピチュピチョパチョパ、トゥトゥトゥル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 チュピチュピチョパチョパの。ドロ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 。私でも私が一番好きなのはやっぱりこれ。おもろいな。え、そう、ハムスターミームってね、そうじわじわ流行ってるんですよ。ハムスターミーム調べてみてください。かわいいけめっちゃ。ヘイヘイヨーヨー、トトトロトンドド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 。これも猫ミームである。でも私ね、最近あれが好きなんですよ、猫ミームのダンスのやつ。あれ結構痛いよね絶対ね。猫パンチって痛いんですか？私叩かれたことないから猫に、わかんない。なんか猫ミームのなんか中になんかダンスを踊るなんか加工で犬とかなんか猫とかをダンスさせるやつがあって、テレテレテテ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 ってやつがあるんですよ。今日それさ、レッスンが始まる前にさ、なんかリネとさ、いろいろなんか TikTok の話しようってさ、自分めっちゃこれやりたいよねって、ダダダダダ。そしたらみんなさ結構踊れるけんめっちゃおもろかった。ダダ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 ダ。これがめっちゃ可愛いの。これのハムスターが踊っとるバージョンが可愛いので見てみてください。ジビジビジャバジャバドビドビラバラバラバチカビラビラビボンボンボン。チュビ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 ドビ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 
チピチピジャモジャモドミドミの。じゃあ今日の配信は21時22分までします。にゃんにゃん。なんかさ、雪がさ、雪が積もっとるさところにね、このね、この手の形でね、この手の形でなんか積もっとる雪にこってねスタンプするとね、なんかね肉球みたいになるんやって、動物の。こうやってシュッて、こんばんは。みんなどっか行っちゃった。みんな私の猫ミーム私の猫ミームにドン引きして、みんなどっか行っちゃった。ここにいるよって人はぜひコメント欄でにゃーとつぶやいてみてください。みんなどっかに行っちゃった、かにゃしい。悪い悪い悪い。確かに引いてるかもって。なっちゃんの動きそれ自体が面白い。じゃあもうさ、多分これで引いちゃったら多分私やばいわ。私もう今日一日の私多分ドン引きやわ。リネのポスト思い出した。あにゃーにゃー、ワンワン、犬混じってる、犬混じってる。とりあえずにゃーにゃーにゃー、すまん、画面越しに猫ミームで対決してる、俺負けんので面白い。やばい、むせそうになった。え、ってかさ、今日さスタバ行ったらさ、なんかさねえ、春のさ新作のタンブラーめっちゃ可愛くない？なんかさ、ちょっとさ3種類ぐらいさ、3種類ぐらいさ、なんかもう欲しいのがあって、ちょっと悩んだ、悩んでちょっと時間がなかったけんあれやったんやけど、めっちゃ可愛くない？今回の春のやつ、めっちゃラメとかスパンコールとかなんですよ。え、あのスパンコールのでかいやつがめっちゃ可愛かった。ちょっとね、家でさタンブラーで水飲む系女子になろうと思って、スタバのゲットしよう、スタバ春。え、でもな、ギラギラのやつも可愛いんだよね。うん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 。いや意外とさ、私さスタバに行ってさ、そういうタンブラーとかあんま見、めっちゃ可愛くない？超可愛いんですけど。テクさんありがとう、スペースシャドル。やばい、これネットじゃ売り切れてる。ネットじゃ売り切れてるわ。うわ、やばい、これは急いで店舗に行かないとだ。キアが急げ、急ご。スリーウェイ、うわ、オンラインストアで在庫切れですわ。これさやばいんだけど、みんなこれスタンレーとのコラボじゃん。それ売り切れる、やばい、今日スタバで見たの奇跡やったんかもしれん。やばい、私がこの前配信で言ってた海外で鬼バズりしとる、やば、スタンレーとコラボだ。そう、グリッターのギラギラのビビッドピンクのやつ、
チッピーやばいやばやばい、明日ダッシュせなね。いやでもな、いやでもさ、スタンレー、いや1個あると便利だよね。あったかいものはあったかいまま、冷たいものは冷たいまま。えっ、こっちもなんや。この水筒もさ、スタンレーとのコラボなんだ。超可愛いんですけど、超可愛いんですけど、え、天才じゃん。すごい、可愛い。え、でもさ、こっちも捨てがたいんですよね。チピチピチャパチャパ。明日朝配信後だ。え、マジでドッシュしていいかもね。やば。さくら2024コールドカップタンブラースパンコール。うわ、ちょっと待って、これがさ651ml の飲み物が入る、あの保温効果とか全然ないカップで2600円か、あの保温保冷効果めちゃくちゃあって 473ml しか入んなくて倒れてもまあ大丈夫とか、倒れてもこぼれない系の4600円か、あなたはどっちを買いますか。あなただったらどっちを買う。ジビジビジャバジャバルビルビラマラマパチコミルビルビブーブーブー。ねひろさん、けだまちゃん、ありがとう。え、みんなだったらどっち買う。ダラダラダラ。え、なんかめちゃめちゃヒゲと鼻がさしっくりきすぎて、安い方2つ買う、ウケる。じゃあちょっと1個ちょうだい。こんばんは。機能性重視で4600円。いやでもそうなんだよな、機能性がちゃんとついてる分高いっていうあれだもんね。くー、でも確かにいいよな。スタンレーずっと欲しいって言ったし、ずっと欲しいって言ったやん。やんか。え、今結構ガチで悩んどる今。うわ、どっちにしようみたいな。いやでもオンラインで売り切れとるってことは、世間的にもそっちの方が人気ってこと？でもさ、普通に考えてさ、ちょっと値段価格設定が安い方がさ、大量生産はされてるはずじゃん。だから売り切れてない。そんな気もする。むむむむむむむ。難しいですね。これめっちゃ面白くない？このタイミングで入ってきた人がさ、こうやってさ、あ、なんかめっちゃなんか飲んどると思ってこうやって撮ったら、めっちゃ猫みたいな。めっちゃ猫、めちゃ猫やないかい。一応再入荷お知らせチェックしとけばって。いやでもね、あの今日店舗で見たんよ。今日店舗で見て、うわめっちゃ可愛いと思って、そしたらまさかのスタンレー製品だった。いやー可愛すぎやん、可愛すぎやんて。可愛すぎやん、しゃせんか。
タンレーって車のライト部品メーカーかと思ったって。え、なんかスタンレーってね、なんなんやろ。水筒なんかタンブラーが有名ですよね。元は何の会社なんだ。水筒スタンレーはいいよね。長くね、絶対長く使えるよね。確かにそれだったら4600円の価値はある。マミ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 、店舗も売り切れてそうって。いや今日あったよ。今日2個ぐらい店舗に出とったよ。いや分からん、でも今日行った店舗ないかもしれんね。もにゃんにゃん、こんばんは。ちょいびちょいびじゃぼうじゃ。え、てか今思ったけど、このさ、毛玉のさ、毛玉のギフトさ、これさ、なんか猫ってさ、めっちゃ毛玉で遊んどるイメージない？毛糸玉でめっちゃ遊んどるイメージない？それってなんでなんやろうね。やけんなんかな。ありがとう。猫飼っとる人に聞いてみたいや。本当に猫って毛糸玉をで遊ぶの？猫によるって。本当に毛糸玉で遊んでくれるんじゃ。かわいいね。かわいいにゃん、ありがとうにゃん。にゃーでございます。猫のおもちゃより毛糸一本の方が追っかける。え、可愛いんだけど。可愛すぎる。はなちゃんは毛糸玉に興味ないっていうか、毛糸玉が家にない。そもそも毛糸玉がないですね。はい。最近って毛糸玉あんまり手にすることないから。小さい頃なんかさ、手で編める、なんか手で編めるマフラーみたいなのめっちゃ作りよった。幼稚園の時になんか教えてもらって。ごきなりー、ありがとう。毛糸玉というわけで、じゃあ21時22分になったら終了しますので、ダンジョンでいきます。猫でした。ダンジョン見ます。13位しげさん、ありがとうございます。12位こうじさん、ありがとうございます。11時待って、普通にちょっと最初から読み直します。13位しげさん、ありがとうございます。12位こうじさん、ありがとうございます。11位ガモンさん、ありがとうございます。10位タイムファイヤーさん、ありがとうございます。9位ゆうのくん、ありがとうございます。
8位リシュちゃんありがとうございます。7位宗弘さんありがとうございます。6位シュちゃんありがとうございます。5位デカカイさんありがとうございます。4位パンダマルさんありがとうございます。3位ジトクさんありがとうございます。2位みちゃさんありがとうございます。そして第1位けんけんさんありがとうございにゃす。あーうわー、え待って、トラなんだけど、あやばいやばい、今すっごい顔しとった私。トラやけん険しい顔しようとしたらちょっと険しい顔レベル100しとったわ。危ない危ない危ない。じゃあ特別で22位の人も読み上げます。22位バンちゃんおめでとう、猫おめでとう、猫ガオー、え可愛いガオー出てくるんや、来るのが遅かったって。そう今日はこれにて配信を終わろうと思いますに思いますに。ギフト投げるの忘れてた、まだ間に合うよ。じゃあ25分まで待ってあげる。25分まで待ってあげる。かわいい猫のちゃんでした、ありがとう。じゃあスクショタイム。本当に毛玉送ってくれとるし、見せかけてめっちゃ犬めっちゃ犬。ありがとう皆さん。朝配信は通常通りそうですね。明日、あれ明日って、明日って何曜日ですか。明日って何曜日です。明日って何曜日、何曜日、お金曜日、祝日、おお、オーマイゴーシ、ホリデー、ユダンスに紹介されとる、祝日です、です。明日何の日、明日何の日、何の日ですねん。え、じゃあ遅め、ちょっと遅めにしようかな。ちょっと遅めでも来てくれますか。あー、お誕生日、天皇様のお誕生日、なるほどなるほどなるほど。じゃあ明日は8時半でもいいですか。8時半から朝とみなしていいですか。こんばんはって終わりっぽいで、そうですね、明日のもうちょっと明日の時間決めます。え、明日は8時半でもいいですか。明日の朝配信は朝の8時半からします。明日めっちゃ誕生日じゃん、ぐんまちゃん、なるちゃん、なるちゃん、はい、8時半からします。祝日なのでしっかり寝てまったり来てください、よろしくお願いします。それでは今日も一日ありがとう。今日は猫の日、鍋の日、今日はふう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 &にゃんにゃんにゃんで猫鍋の日でした。それでは今日も一日ありがとうございました。
配信最後のあっち向いてほい行きますよ。せーの、あっち向いてほい。うえん、今日も一日ありがとう。おやすみなさい。猫はこたつで丸くなる。お、公園行きますって待ってるね。明日はそう、花だれ公園です。楽しみましょう。黄色と緑のペンライト、うちは見つけるからね。みんなのこと見つけるからね。しみさらのお誕生日盛大にお祝いしましょう。それではそれでは、お、福フェス終わりましたって。盛り上がってましたか。猫パンチください。はい、ではおやー、おやすみなさい。また明日の朝配信で。